出した心理テクニック。心理学は私たちが人生をより豊かに生きるための指南書です。この動画では心理学の基礎的な概念から実践的なテクニックまでを解説し、あなたがより充実した人生を送るためのヒントを提供します。人を呪わば穴二つを脳科学の視点で考察。皆さん、こんにちは。今回は興味深いテーマについてお話しいたします。そのテーマは、人を呪わば穴二つです。このことわざを脳科学の視点から解き明かし、その真相に迫っていきます。私たちの脳は、どのようにして他人を呪うことで自分自身にも穴を掘り起こすのでしょうか。さあ、一緒に考察していきましょう。例え話で理解する。まずは、ことわざを理解するために、例え話をしましょう。ある日、森の中に住む新井さんと佐藤さんという二人の知人がいました。ある日、新井さんは佐藤さんに対してひどい言葉を浴びせました。新井さんは自己中心的な考えによる怒りや嫉妬から来る言葉でしたが、佐藤さんは深く傷つきました。穴掘りの始まり。新井さんの言葉によって、佐藤さんの心には穴が掘られました。彼の心は痛みや悲しみで満たされ、人々との関係性も傷ついてしまいました。自分自身への穴掘り。しかし、佐藤さんも怒りや憎しみの感情を抱えたまま、新井さんを呪いました。彼は自分の傷を癒すどころか、自身にも穴を掘り始めたのです。彼の心はますます苦しみに包まれ、友人や家族との関係も悪化してしまいました。穴の進化。このように、佐藤さんの呪いは彼自身にも深い穴を掘りました。彼の心はますます闇に閉ざされ、人々との絆は断たれてしまったのです。以上、ことわざ、人を呪わば、穴二つについて解説しました。1、アドレナリンと人間の反応。まず、私たちは、アドレナリンというホルモンについて考えてみましょう。アドレナリンは、私たちの興奮やストレスの反応に重要な役割を果たしています。例えば、誰かに怒られたり、脅かされたりすると、私たちの体内でアドレナリンが分泌されます。このアドレナリンの分泌は、私たちの心拍数や血圧の上昇、筋肉の力強さなど、様々な身体的反応を引き起こすのです。2. 脳の反応とノルアドレナリンの役割。アドレナリンが体内に放出されると、それに伴って、ノルアドレナリンという神経伝達物質も分泌されます。ノルアドレナリンは、注意や覚醒を高める役割を果たし、私たちの感情や行動に大きな影響を与えるのです。他人を呪いたいと思った時、私たちの脳はこのノルアドレナリンの作用によって、より攻撃的な行動や感情を引き起こす可能性があるのです。3. ストレスホルモン、コルチゾール。さらに、もう一つの重要なホルモンがあります。それは、コルチゾールと呼ばれるストレスホルモンです。ストレス状態に陥ると、私たちの体内でコルチゾールが分泌され、一時的なエネルギーを提供します。しかし、長期間にわたるストレスや怒りの感情が続くと、コルチゾールの分泌が慢性化し、私たちの身体や脳に悪影響を及ぼすことがあります。コルチゾールと判断力の低下。コルチゾールの過剰分泌によって、
私たちの判断力や認知機能が低下することが知られています。つまり、他人を呪うようなネガティブな感情や行動に走りやすくなるのです。この状態では、私たちの脳は冷静な判断が難しくなり、穴を掘り起こしてしまうのかもしれません。4、人間関係と穴の掘り起こし。以上のことから、アドレナリンやノルアドレナリン、そしてコルチゾールといった脳内物質の働きが、人を呪うことで自分自身にも穴を掘り起こす可能性を高めていると考えられます。私たちはストレスや怒りの感情を抱えたまま、他人に対して攻撃的な行動や思考を示すことがありますが、結果的に自分自身にも悪影響を及ぼすのです。まとめ。今回は、人を呪わば、穴二つ、ということわざを脳科学の視点から考察しました。私たちの脳は、アドレナリンやノルアドレナリン、コルチゾールといった物質の作用によって、他人への呪いが自己への穴掘りにつながる可能性を秘めているのです。ですから、人間関係でのネガティブな感情や行動に注意し、冷静な判断を心がけることが重要です。以上、私たちが心理学の知識を実践することで、周りの人々にも良い影響を与えることができます。私たちが自分自身に対する理解を深め、より健康で幸せな人生を送ることができるようになると、周りの人々も同様に影響を受け、より良い関係を築くことができるでしょう。この動画を視聴することで、あなた自身や周りの人々がより健康で幸せな人生を送ることができるようになることを願っています。心理学の知識を実践することは簡単なことではありませんが、少しずつ取り入れていくことで、自分自身と周りの人々との関係を改善し、健康で幸せな人生を送ることができるようになるでしょう。この動画が良かったら、いいね、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。